2009年12月5日、イタリアのある裁判所は世界中から押し寄せた報道陣と民衆たちで騒然となっていました。至る所から悪魔を裁けと絶叫とも呼べるヤジが飛び交い、ある者は目に涙をため、裁判所の門をじっと睨みつけていました。そこは憎悪に満ちた異様な一体感に包まれていました。彼らが固唾を飲んで見守っているのは、イタリア・ペルージャで起きた凄惨な殺人事件の第一審の行方。被害者はまだ22歳の女子大生でした。そして数時間後、ついに判決が下されました。アマンダ・ノックスを有罪とし、懲役26年に処す。アマンダ・ノックス、青い目をした美しい彼女は無数のフラッシュの閃光の中、裁判所を後にしました。魔女、人殺し、悪魔、車に乗り込むアマンダに聞くに耐えない罵声が容赦なく浴びせられました。アマンダは大志を抱いてアメリカから留学してきた大学生だった。アマンダは家族思いの優しい女の子だった。アマンダはどこまでも無邪気で笑顔が素敵な女の子だった。アマンダは誰もが振り返るほどに美しかった。アマンダは本当に人を殺したのか。2007年11月2日、当時22歳だったメレディス・カーチャーが首をナイフでかっ切られ、全身40箇所を刺され惨殺。親元を離れ、慣れない土地で懸命に学業に励み、屈託のない笑顔で周囲から愛された一人の女性の命は、何の前触れもなく、ある日突然にして奪われました。この凄惨な殺人事件の被疑者の一人として挙げられたのが、アマンダ・ノックス、彼女だったのです。彼女の美貌と凄惨な事件のギャップにマスコミはこぞってアマンダを報道し、美しすぎる凶悪殺人鬼として騒ぎ立てました。世界中から天使の顔をした悪魔と罵られたアマンダ・ノックスとはどんな女性なのか、アマンダは殺人鬼なのか。今日はペルージャ英国人留学生殺害事件、アマンダ・ノックスにグロファイリングだ。眠れなくなっても知らないぜ。さて今日はアマンダ・マリー・ノックスです。アメリカ人の彼女は異国の地であるイタリアにて2009年12月に殺人の罪で有罪判決を受けました。同じ部屋の下に暮らすルームメイトを男たちと共謀し、押さえつけ強姦、ナイフで刺して殺害したという残虐極まりない罪を犯した犯人として、逆転に逆転を重ねたアマンダの裁判は実に6年にもわたり行われました。マスコミはアマンダのその美しさをネタにし、こぞって報道しました。美しい殺人者、誰もが覗きたくなるその本性をマスコミは煽り続けました。果たしてアマンダは本当に殺人鬼なのでしょうか。2021年になった今でも真相について物議を醸すこの事件、早速行ってみましょう。2005年、アメリカシアトル、18歳のアマンダ・ノックスはアメリカでもトップクラスの難関校であるワシントン大に通い、そこで外国語を学び、イタリア留学を夢見ていました。15歳の頃に家族旅行でイタリアを訪れて以来、その美しさの虜となったアマンダは勉強の合間にアルバイトをし、留学資金をコツコツと貯めていました。しかしアマンダの家族は彼女の留学に対して諸手を挙げて賛成というわけではなかったようです。家族が危惧したのはアマンダの社交性の高さ、誰とでもすぐに打ち解け、あらゆる物事に関心を示し、どこまでも積極的、それはよく言えば社交的で快活、悪く言えば危機管理能力の低いトラブルメーカー。しかしアマンダはそんな家族の心配をよそに、持ち前の行動力でイタリアへの1年間の留学プログラムに参加することを決め、2007年9月下旬イタリアへと渡ります。一方アマンダがイタリアに入る10日前、イギリスからの交換留学生メレディス・カーチャー22歳がペルージャにあるシェアハウスに入居します。渓谷を一望できる見晴らしのいいシェアハウスで、メレディスはこれから始まる新生活に期待を膨らませます。しかしこの時彼女はまだ知る由もなかったのです。2ヶ月後この場所で自らの身に起こる恐ろしい出来事を。2007年9月20日、アマンダがシェアハウスに入居し、メレディスを含む3人の同居人たちとの新生活が始まりました。この日アメリカとイギリス、4500マイルも離れた土地に生まれ育った彼女たちの運命は静かに交錯し、同時に破滅へと突き進み始めたのです。夢のようなキャンパスライフと目まぐるしく過ぎ去る日々の中で、アマンダは多くの友人と知り合い、そして彼とも巡り合います。事件の1週間前の10月26日、アマンダは一人でクラシックコンサートに出かけます。まばゆいほどに美しい街の景観とロマンチックなクラシックミュージックが辺りを包む、その空間で偶然にも目が合った男性、ラファエル・ソルレチート。彼を目にした瞬間、バイオリンの旋律は次第に遠のき、もはやアマンダにはラファエルしか見えていませんでした。そしてその感情は言うまでもなく、ラファエルも同じでした。ペルージャ大学で情報工学を学ぶラファエルはイタリア南部の海に面した美しい町バーリ出身の23歳でした。父親は医者という厳格な家庭で育ったラファエルは女性経験がほぼない、どちらかといえば地味な学生でした。アマンダは今まで自分に声をかけてきた男性たちとは違う、擦れていないラファエルの素朴な優しさに心を惹かれ、2人はこの日のうちに関係を持ち、以降ほとんどの時間を共に過ごすようになります。順風満帆に思えたアマンダのイタリア生活、しかしその幸せは突如として音を立てて崩れ落ちます。
2007年11月2日、前日から泊まっていたラファエルの家からシェアハウスに戻ったアマンダは、シェアハウスに何か違和感を感じます。開いたままの玄関、洗面台についている少量の血、バスマットの血痕、同居人の誰かが怪我でもしたのかと考えながらシャワーを浴び、髪を乾かしていると、流されず便器に残ったままの排泄物がアマンダの目に留まりました。何かがおかしい。アマンダは何か嫌な予感がして、メレディスの部屋に向かいます。しかし彼女のドアに鍵はかかったまま。やはりおかしい。今まで鍵などかけたことはなかったのに。アマンダは怖くなり、ラファエルの元に戻り、その後ラファエルを連れ、再びシェアハウスに帰ってきました。ラファエルはすぐに警察に通報し、二人は警察と共にメレディスの部屋に入ります。そして、二人はメレディスの部屋で、無残な姿で殺害された彼女を目にするのです。メレディスはナイフで喉を深く切られ、半裸の状態で血だまりの中に倒れており、遺体には覆い隠すかのように布団をかぶせられていました。第一発見者はアマンダですが、そこには警察もいたわけであり、この時点ではアマンダが犯人と疑われるような状況ではなかったはずです。しかし、ここから事態は思わぬ方向に進んでいきます。イタリアでは殺人事件の場合、捜査段階から検察が介入し、捜査の陣頭指揮を取ることになっており、この日現場に赴いたのは名検事として名高く、数々の事件を解決に導いてきたジュリアーノ検事でした。そしてこのジュリアーノ検事こそ、この事件でのキーマンとなる男なのです。なぜアマンダはすぐに警察に電話せず、ラファエルを頼ったのか。なぜラファエルと戻ってくるまでこれほど時間が開いているのか。そして何より、あの不謹慎な態度は何だと現場に到着したジュリアーノ検事は、いぶかしげにアマンダを睨みつけます。家の外で不安げに事の成り行きを見つめるアマンダは、ラファエルと抱き合いキスを交わしていたのです。すでにこの時点でアマンダは警察、検察に怪しまれていました。窓ガラスが割れ、外から侵入している形跡がありながら、目立って盗まれたものはない。誰かが壁をよじ登った痕跡もない。遺体を隠すように布団がかけられている。ジュリアーノ検事は、経験則からこれは女性の犯行の可能性が高いと考えます。3日後の夜、警察はある確信を持ってラファエルを事情聴取に呼びつけます。アマンダを中心とした数人のグループでの犯行、それこそが警察の考えたシナリオでした。容疑を否認するラファエルに対し、すでに彼が事件に大きく関与していると踏んでいる警察は、何時間も威圧的な態度で彼を問い詰めます。そして夜中にまで及んだ聴取の最後に、ラファエルはこう証言してしまいます。アマンダに頼まれて嘘をついた。自分はずっと家にいたが、アマンダが家に来たのは夜中を過ぎてからだったと。後年アマンダはこの時のラファエルの証言につき、なぜ彼がそんな嘘をついたのか理解できないと語っています。そしてこの証言を入手したジュリアーノ検事は、この後鬼の首を取ったようにアマンダを問い詰めます。ここからただの大学生だったアマンダの日常は絶望的な速さで崩壊していきます。つい数日前には普通の大学生だったアマンダは、今はもう殺人事件の有力な被疑者となってしまっていたのです。警官はアマンダの後頭部を叩き、お前がやったんだろう、しっかり思い出せと怒鳴り、続けざまに頭を平手打ちにします。通訳も弁護士もいない息の詰まる部屋の中で、警察に必要に迫られるアマンダ、まだまだ聞き慣れないイタリア語で罵倒され、混乱と恐怖の中で彼女はとっさに嘘をついてしまいます。私じゃない、パトリックがメレディスを殺した。パトリック、それはアマンダのアルバイト先のバーのオーナーでした。こうしてアマンダとラファエルは調書にサインをし、いずれもが事件に関与していたとして、パトリックと合わせて3人が逮捕されます。極めて残忍な殺人事件の被疑者は美しい同居人のアメリカ人。メディアは待ってましたと言わんばかりに一斉に騒ぎ立て、アマンダの身辺や過去を調べ上げ、正に奔放な美しい殺人鬼として報道を始めます。集団成功を拒まれ、同居人を殺害したと全世界に向けて報じられ、大衆はまことしやかに語られる情報を鵜呑みにし、アマンダという一人の女性を悪魔のような女として捉え、形作っていきます。しかしここで事態は急転します。犠牲者のメレディスの体内に残っていた体液の DNA 鑑定結果は、ラファエルでもパトリックでももちろんアマンダでもなく、ルディというコートジボワール人のものでした。さらにバーのマスターであるパトリックには、犯行時刻店のカウンターで酒を提供していたという完璧なアリバイがあったのです。 DNA 鑑定の結果にジュリアーノ検事は激高し、アマンダに詰め寄ります。なぜパトリックが殺したと嘘をついた。ルディとお前は共犯なのだろう。彼の中では犯人は女性で、複数の男との共犯、この筋書き以外はありえなかったのです。初めからそう推理し、信じて疑わないジュリアーノ検事は、このアマンダの偽りの供述によってさらに疑念を確信へと変えていきます。その後警察はドイツにいるルディの居場所を突き止め、彼を逮捕します。取り調べ段階ではメレディスもアマンダも知らないと白を切っていたルディですが、裁判での彼の言い分は全く違いました。犠牲者であるメレディスに好意を抱いていたルディは、メレディスの部屋で彼女と関係を持ち、急にお腹が痛くなりトイレに駆け込んだ。その時メレディスの悲鳴が聞こえ、急いで部屋に戻ると、首から大量の血を流して倒れるメレディスがいた。必死に出血を止めようと手で傷口を押さえたが、メレディスは絶命。その時背後を誰かが横切り去っていく姿が見えた。
そしてそれはアマンダだったと。しかし裁判所はルディの証言を採用せず、彼に殺人の罪で有罪判決を下し、懲役30年を宣告します。手続き上別審理となっていたルディに判決が下り、いよいよアマンダとラファエルの審理が始まり、ここで検察は決定的な証拠を提出します。ラファエルの家を捜索した警察が見つけ出したナイフ、なんとそのナイフの柄からはアマンダの DNA が、刃の部分からは犠牲者であるメレディスの DNA が検出されたのです。さらに殺害現場のラグの下からは引きちぎられた下着のホック部分が見つかり、そこからはラファエルの DNA も検出されました。つまりそれはアマンダとラファエルも殺害現場にいたという決定的な証拠でした。やはりアマンダが犯人だった。天使の顔をした悪魔め、世論は憎しみをさらに増幅させ、アマンダとその家族に対し痛烈な罵声を浴びせます。こうして2009年6月、事件から約1年半後、アマンダとラファエルには殺人、侵入偽装、名誉毀損、性的暴行の罪で懲役26年の有罪判決が下ります。当然アマンダ側はこれを不服として控訴し、1年後控訴審が始まります。 DNA という科学的根拠に基づいた有罪判決、どうまかり間違っても判決は覆らないと誰もが思っていました。しかしドラマにはまだ続きがあったのです。控訴審に際し、裁判所は第三者機関による DNA 鑑定を命じます。その結果、凶器と思われるナイフの刃についたメレディスの DNA と下着に付着したラファエルの DNA は特定が困難なほど微量な上、さらにこの下着からは他に正体不明の男性2名の DNA も検出されていたにもかかわらず、検察はそのことを伏せていたのです。またこれに関連して捜査のずさんな不手際と鑑定の精度も問題とされました。 DNA 鑑定の元となった証拠品は全てまとめて袋に入れられ、鑑識に回され、ラボでは同じ部屋で50種類以上ものサンプルと同時に鑑定を行っていたというずさん極まりない環境下での鑑定だったことが発覚します。裁判所は科学的根拠の信憑性の低さに加え、アマンダがまだ慣れない言語の土地で厳しい取り調べを受け、冷静な判断ができなかった可能性を考慮し、アマンダに無罪を言い渡します。晴れて無罪を勝ち取り、法廷で泣き崩れるアマンダ、彼女は抱き合って喜ぶ家族たちと共にアメリカシアトルに戻ります。事件当日、その顔にまだ幼さの残るあの日のアマンダは24歳になっていました。アマンダは4年もの間、無実の罪によって拘置所暮らしを余儀なくされていました。しかしアマンダ・ノックスの物語はまだ続くのです。2014年1月30日、アマンダが事件に関与しているとは言い切れないが、全く関与していないとも断定できないとして、再審を命じていたイタリア最高裁は、アマンダの行動や過去の軽率な異性との性関係など状況証拠に重点を置き、さらにすでに服役中のルディが相変わらず殺害現場でアマンダを見たと証言している点を重視して、再び判決は覆され、アマンダとラファエルに有罪判決が下ります。再び絶望の底に突き落とされたアマンダの人生の行方は、こうして最高裁の判断に委ねられることになりました。イタリア司法において判決が覆されることはそう珍しいことではありませんが、ここまで再審に再審を重ねる裁判は非常に稀で異質でした。どこか一事件の問題を超え、司法関係のメンツをかけた国家間の争いとでも思えるような様相を呈していました。2015年3月27日、ついにイタリア最高裁で判決が言い渡されました。代理人を立て、シアトルの実家からテレビ中継でその様子を見つめるアマンダと家族、祈るように判決の行方に固唾を飲みます。アマンダ・ノックス、ラファエル・ソルレチート両名を無罪とする。イタリア最高裁は後に判決理由を公式発表し、捜査に重大な欠陥があったこと、その間の過熱報道のせいで逮捕、事件解決を急ぎ、十分かつ公平な立場で捜査が行われていなかったこと、信頼に足る生物学的証拠が現場からは発見されなかったことを挙げました。事件から8年、ここにやっとアマンダの戦いは終わりました。その後、欧州人権裁判所はアマンダの人権を著しく侵害したとして、イタリアに対し約2万ドルの賠償金支払い命令を下しました。アマンダはその後、獄中で文通を重ねていた男性と結婚。2021年現在33歳になった彼女は、冤罪被害者支援の活動に励んでいます。ラファエルはインターネット関連の会社を立ち上げ、経営者として忙しく日々を送っています。逆転に逆転を重ねたこの裁判の顛末、彼女のことを真犯人だと疑う人は未だに多く存在しています。いかがだったでしょうか、アマンダ・ノックス。いつものグロファイリングとはちょっと毛色が違かったと思います。前回ちょっと喋りすぎて視聴維持率があまりに悪かったので、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ次の動画で。